はい、どうも、ヨジンです。本日もよろしくお願いします。はい、ということで、本日はですね、まあ、新しく買ったものじゃなくて、前にね、買ったものを、ちょっと改めて紹介というか、したいなと思ったんですけど、それが、今ね、僕の、まあ、過去に上げた動画の中で、エッジサンドメッシュのビキニの動画ですね。あれが、なんかね、急にめちゃくちゃ伸びてて、今ね、6000再生ぐらいされてるんですよね。すごい勢いで伸びてて、多分なんかの関連動画とか、そういうのにまあ乗って、多分まあ伸びてってるんだと思うんですけど、なんかね、それを見て、まあなんか、じゃあちょっとまた、スケスケの何かを紹介しようかなと思って、せっかくなので。まあ、ということで、今日はですね、またエッジさんのスケスケのやつを、前に買ったやつですね。これこの間紹介したやつなんですけど、30枚ぐらい、なんか一気に紹介したじゃないですか。その中の1枚ですね。はい。これと、もう1枚。1枚って言ったけど、1枚じゃないです。2枚ですね。はい。このね、2つ。結構、透けるやつです。この間ね、履いたメッシュのやつは、本当のメッシュなんで、まあ、そこまでは透けないんですけど、でもこれも普通に履いたら、丸見えになるぐらいの透け感が出るので、まあ、ちょっとね、これをせっかくだし履いてみようかなと思います。はい。で、さすがになんかそのままはね、履けないんで、ちょっとインナー代わりにちょっとキワキワのティーバッグをね、履いております。まあ、多分ね、後ろを見せるのは良くないので、ここぐらいまで、ここぐらいまでにしときます。はい。こんな感じで、後ろはね、ティーバッグになってます。はい。ということで、じゃあこれをちょっと履いていきたいと思います。今日はね、もう下これ履いてるんで、エフェクトなしで普通に履いていきますね。よいしょ。よいしょ。はい、こんな感じですね。もう、履いてる意味ないですよね、これね。そのまま履くともちろん、丸見えになっちゃう感じですね。よいしょ。はい。まあこれ色がね、カーキ色なんで、肌ともね、こう同化して、完全に、よいしょ。うん、なんか、履いてないみたいな。ベージュのね、ストッキング履いてるみたいな感じとちょっと同じような感じになってますね。うん。こんな感じですね。今寒いのようにどういう風に撮ったらエロいかなと思ってますけど。やっぱ横がいいんすかね。前のね、エッジさんのやつも横で撮ってたんで、こうするとなんか透けてる感じ出ますかね。うん。はい。まあ、これ、そのまま履くと、すごい、なんて、エッチな感じっていうか、いい感じですよ。はい。じゃあ、こっちですね、白の方。こっちの方がね、あんまり、透けないです。こっちの、なんやろ、カーキ色の方が断然透けるので。まあでもね、透けるんですよ。こんな感じで。よいしょ。うん。こんな感じで中のね、インナーとのこの色の差が、こんな感じでね、指通すと、完全に透けてるのがね、わかるかと思います。デザイン的にはこうシンプルでいいですね。こっちの方が。うん。個人的にはやっぱ白が好きなんで、こっちの方がちょっと好みかなって感じですね。まあ、ということで、今日はスケールパンツを紹介させていただきました。はい。ちょっとね、今日は時間がなくて、今夜11時ぐらいなんですけども、これ撮ってね、パッとすぐ上げないといけないんで、そうしないと今日の動画がね、なくなっちゃうんで、ちょっと簡単に撮れる、これをちょっと今日は撮らせてもらいました。ここにね、ある感じで、紹介しないといけないものはね、もう溜まってるんですよ。これはね、エッジさんのやつやし、この下にもエッジさんのやつあるし、でここもね、オムって書いてますけど、実はね、オムのパンツを別で買ったんですよ。はい、そんなのもあるんで、またちょっとね、紹介していきたいなと思ってるので、まあそちらはちょっとお待ちください。
はい。ということで、本日は、スケルス下着をね、改めてちょっと紹介させていただいたという動画でした。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。